日本武道館公演まであと3日、ジュースジュースの入江梨沙です。はい、ということでですね、今はもう絶賛リハーサル期間なんですけど、もう本当にあと3日ってことは、あと3日ってことは、あと3日ってことかなんか衣装も結構お腹が出るのがあったりするので、私は結構腹筋頑張って鍛えてるんですけど、そういうとこも見てほしいなって思いますし、新メンバーの川島美芙ちゃんの初お披露目の場所でもありますし、新曲のプライドブライトも初披露しちゃいますし、そういうなんか楽しい方が盛りだくさんな公演になってると思うので、ぜひぜひ楽しみにしててほしいなと思います。そしてですね、お願いが皆さんにありまして、やっぱり新曲が発売された時期がどうしてもまだ声が出せない環境だったりとかした時期があったじゃないですか。なので、そういう曲も皆さんどうやって言ったらいいんだろうなって迷ってるところがあると思うんですけど、そうですね、これの曲あるじゃないですか、彼の曲の感想で私と工藤さんがレッツゴーって言ってるところがあるんですけど、そこを皆さんでもぜひ一緒に言ってほしいなって思って、武道館でやるかはちょっと分かんないんですけど、でもぜひこの動画拡散していただいて、レッツゴーって一緒に言ってほしいなって思うので、これからも絶対やるようなライブの定番曲になると思うのでね、ぜひぜひよろしくお願いします。一緒にレッツゴーって言ってください。あとは何だろうな、なんか言おうとしてたんですけど、そうだ、あとは髪型もね、もう決めて、今回まあ可愛い感じかなっていうふうに思ってるので、そういうとこもぜひ楽しみにしててください。ということで、以上、入江梨沙でした。